どうもピオキングです。今日はですね、まだあまり知られていない神トロール制作者っていうのを見つけかけしてるらしいちょっとやり直していい？今日はですね、まだあまり知られていない神トロール制作者を見つけられればいいしてるあれ言えねえな。見つけたかもしれません。見つけたかもしれません。見つけたかもしれません。というのもですね、この方のいろんなコースまだあまりプレイされてないんだけど、コースの全体像を見るじゃん、めちゃめちゃ作り込まれてんのよ。だからすごい期待しています。その中でもこのコース、フォースメジャー過去トロール不可抗力っていうことかな。説明文に実況者さんや絶叫者さんなど誰でも大歓迎です、しばらくコース投稿できないと思いますって書いてるんだけど、絶叫者さんなんてねえまあ誰のことか分かんないんですけど、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.42%。 まあ僕ね、いろんなトロールコースやってきてるんだけど、ハートの数がつきにくいコースっていうのが大体分かってくるようになってきたんだよね。それは理不尽に隠しブロックが多いみたい。待て待て待て、開幕波動ガバー、実況者でも絶叫者でもない頭悪い系 YouTuber で。ちょっと真面目にやるわ。この枠を叩くなんてなめっぺしてた。落ち着けって、もうちょっとゆっくり実況させてくれって。このハテナブロックは何？まあ USA キノコだよな。そしてこのドアに開いていく。面白いじゃねえか。そっちがそう来るなら、この絶叫者さんが絶叫しまくってってやるぜ。すぐに砲台をかわしていく。この砲台は何を出してくる？ファイヤーフラワーとか出してくるかもしんねえな。なんか楽しくなってきたな。まだ始めたばっかなのに。はーい、からの USA 記録を取ってすぐにドアに入っていきましょう。はーい、次の場所にやってきましたよ。この私、チリになっていけっていうことかい？で、この先どうやって進むことができるんだい？なるほど、鉄球かい。戻ってくるかい。であればよ、鉄球を一旦見過ごしておく。で、このリフトも何かしてくると思う。何か来るんだろ。分かってるんだ。何もない。絶叫者たるもの、もっと絶叫したかった。なんか罠を待ってた。正直に言ったら右に行ったらバブルは落ちてこない。じゃあピースイッチを叩いてこの場所で。お前さもうよく帰った。あのペラパ、絶対みんな罠に引っかかったと思ったでしょ。で、この上は何だろうな。あ、この上はいけないか。 B ブロックがあるから。問題はこの枠よ。この枠叩いていいと思う？いやいや、僕は叩かないさ。どうせ叩いてやられたら、え、またわざと引っかかってるとか言われちゃうもんね。キーだから言ったじゃん。皆様、お分かりいただけたでしょうか。四角の枠があっても叩いた方がいいことがあるということ、これで僕がわざと引っかかってないということが今日証明されましたね。さあ扉に入っていこうか。そろそろ中間ポイントがあってもいい頃なんじゃない？よし、あるよ右に。あの中間ポイント4回以内取ろうかすげえ弱気。この爆弾を落とせっていうことかな。多分これで合ってると思う。いやマジで今日神トロール制作者見つけたらしいな。やっぱ言えねえ。見つけたってなんで言えねえんだろうな。なんか他にいい言い方ない？めっけたとかにしとく。今日神トロール制作者めっけたかもしれん。これめちゃめちゃ言いやすいわやべえ、実況たちとでも終わってんな。もう実況者も言えなくなってる。ここは左に逃げる。魚いいのよ、別に言葉なんか通用しなくても雰囲気で伝わんのよ。マリオメーカーのトロールっていうのは。その証拠に今からちょっとわけわかんない言葉で喋っていきたいと思います。いや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 なんだよ、下に降りれませんよ。中間位置まで意外と早かったね。いや本当にこの方のトロールコースめちゃめちゃ好きかもしんない。さあここはちょっと早かったんじゃないかな、その砲台出すのもうちょっと遅かったら僕はこのドアに入ってたかもしんないね。さあこのハテナブロックは何？リンク。あ、今回もハテナブロック立った。いや、いけないかこれ。こいつをまず壊してリンクの盾で右にやろうか。この技を使えば。お前ちょっとだけ左に組んだって。その人はそう俺だ邪魔だ。いや今のもさ、プレイヤーの行動を読み取ったブラパなんだろうな、きっと。ここで隠しブロックを出してブラパを出したとしてもさ、こうやって押し返してはいけます。でもいけません
おざかしいバレしやがって。じゃあここは爆弾で壊していいのかな。待って、これ僕見つけちゃったよガバを。これ下のブロックを壊さないで爆弾に当たってしまえばガバ発見しましたってなるんじゃない。まあしないけどね。でここは隠しブロックはない。あ、下の土管入れたね。いやちょっと待って、こっちはまずいんじゃない。好奇心、好奇心よ自分の。もうやめろってそういう好奇心はよ。入れるんじゃないで入ったらいけないのよ。ここ死に耐久みたいな見た目してるしよ。一旦上行ってみようか。どういう死に耐久だい。上に行って丸丸で右にメットがいる。え、これどういう死に耐久だろうな。一旦メット叩いてみようか。なんか息アップしたけど、一体の時に叩いてみると、あ、分かったかもしれん。これメットが、あ、はいはい、メットに追いついてやられろっていう感じか。いや面白そうだねこれ。なんかミンバトでありそうだねこういうテクニックコース。でこれ何体も出てるから、一回キャップ、左下にブラバが出てきてんじゃねえか。僕あんなにブラバに頼んねえぞ。死に耐久名人よ、なめるな、頼む。くっそおっしゃ。いやこれ悔しいね。絶対クリアしたいよ。マジで集中していいかな。ちょっと無言になりません。さあここでメットをだらけで、ここなんだよな問題。シャカ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 、いけるか。うー、これ本当に難しい。冗談じゃん、ちゃんとするってこの死に耐久をさ。そうしないと死に耐久イメージの名が汚れるかもしんねえ。ここが難しいのよ本当に。今のはダメ。あのね、左下あそこさえ早く行けることができたら絶対にメットに当たることができると思うんだよな。これ来たんじゃない、頼む。いやー、なんでよ、今ので行けなかったら僕はもう行ける自信がないよ。めちゃめちゃ早かった、これも早いんじゃない。よっしゃー、死に耐久イメージを舐めるぞ。過酷な死に耐久だったの。もう二度とこの部屋に入りたくないよ。もう なんか右下怪しくないかな。あそこブロック壊れるとかそんなんなんじゃないの。で僕は食べるしかないじゃん。いやーまだ壊れないか。いや、いける。上手くなった僕を見て、絶対に一発で行ってみせるから。はい、はい。いや、来てるちゃんとコーラ。あ、来てるね、これ。はい、はい、はい、はい。おりゃー、見たか。もう降参するって。だからもう土管に入れるなんてやめてよ。本当に僕は悪かったって思ってるって。だからもう土管に入れないで。どうか言うとでも思ってけ、この魔女が。キチク製作者、フライトケンタッキーチキン。ケンタッキーフライトチキンだよ。フライトケンタッキーチキンってなんだ。さあここはバックがいるね。僕はバックを避けるよ。みんなごめん、マジで今日頭が回ってないのよ。だから意味わかんないこと言いまくるかもしんないけど、そこんとこだけ聞き流しといてください。ここはどうやって進めばいいんだ。右の方がいなくなるのかい、ジャンプすればいいのかい。ダダダダダダ、ドクルバーン。分かっちまえばもうこっちのもんよ。ここは右ダッシュ、あ、いいじゃん。魚が通り過ぎた後に右に進む。そしてここも右ダッシュでいいんじゃない。バネに左に押し出されないようにね。で2分の1か、この2分の1絶対に当てるよ。僕の2分の1の不正解率をなめるな。よっしゃっしゃっしゃ、ブラバガザクは突っ込んでろ。あー、なぜなんだ。うるせえ。あのパネめちゃめちゃうるせえ。仕事しすぎだろあいつ、めちゃめちゃ動き速くなかった。なるほど、こっちは鉄球が出てくるっていう感じね。ここ魚落ちてくるんじゃない、ちょっとか言うんじゃねえかな。大丈夫、大丈夫だね。で右行く、下行く。僕は下に行きたいと思います。こっちが正解だ。ドカンとかあるんじゃない。いや今のは何、これは。上すげえ気になる。上行けばよかったかな。上行ってもやられる未来が見えないんだよな。まあここのコインは全部取っても意味がない。さあ土管に入っていこうか。そろそろ中間ポイントはまだまだ見えないな。いやここはさ、鉄球が入ってると思うよ。どうだ、ほらほら、この右に行くのが合ってんじゃない。さあ次のチェックポイント、いい加減にせんか。みんなごめん、ここ本当に気になるから行かせて。こっちやられないよな。情けねさあ次こそ進もうか。これ右隠しブロックとかあるんじゃない。ないね。でハテナブロック叩いていいの。もうやめろって。花とかさ、もう叩かないとかいう選択肢がないんだ。いやアイテムが降ってくるかもしんねえよな。いやでも叩いた瞬間下に行こうか。これでどう。やめろ。いや穴がち間違ってないんじゃない、これ叩くじゃん。で砲台が出てくると思うんだけど、この中身よ。あーコインか。こいつがね、もしかしたらキノコとかワンチャンあるかなと思ったんだけど、この記録は取っていいのかい。お、取っていいね。おーのー今みたいな声で王道とか
初めて言ったかもしれない。ありがとうよ制作者さん、僕に新しい言葉を生み出させてくれて。じゃあ記録を取って左ダッシュ、これでバネは交わせたね。そしてこのブロックを抜かって、だだだだだ、何をする。ギリギリだ、この辺でブロックだけを壊そう。そしてウィリー君、オッケーオッケー、そろそろ中間ポイントあってもいいんじゃない。右のブロックはビビって土管に入ってしまった。またここか。いや、これをクリアすればワンチャンゴールっていう可能性があるかもしれない。あ、僕今さコイン取ったじゃん、これで簡単にやられる。やったこれはいい側見つけちゃったね。いやね、もうゴールしたつもりでいるけど、めちゃめちゃいいコースだったね。いや違うんだって、ダサいの明らかにクリアするテイクだったよな。こんなしょうもねえボンミスなんかでやられんだって。じゃあ右のブロックがあるじゃん、ゴール前のところ、あそこを壊せばもうゴールできると思います。さあ壊れて、うん、壊れないよ、ボム兵に巻き込まれるとかそういうことはないよな。あれマジで壊れんね、この辺に池みたいな感じ、なんか隠しブロックがあったような気がやっぱあるよな。そして、あ、これでいいのか、左上行けねえよ。うわ、分かった分かった、あの砲台が出てくるより早く左上に逃げろっていうことなんじゃない。で、これ僕面白いこと思いついた、上に行くじゃん。さあさあ、マリーが試合君の耐久だよ、僕に挑戦する人は誰かいないかな、カモンベイビー。何耐久だよ。さあこの戦いも終わりにしようや制作者さんよ、土管に降りた瞬間すぐ左上に行く。ここめちゃめちゃ速くない？土管の右まで行かなくていいのかな？左の方で落ちた瞬間にもジャンプして逃げてみようか。あ、これでいいんだね。さあゴールしてくれ。やったいや本当にめっちゃ好きなコースだったね。この Y さんっていう方あんまり知られてないとは思うんだけど、もっといろんな方に評価されてもいいような方のコースでしたね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ぐるぐるワンワンということで、説明文にこのコースをずっと遊びたい方は消される前にダウンロード、実はこのぐるぐるワンワン初代マリオメーカーからある資格ですって書いてるんだけど、このゲスト様さんはね、バグコースばっかり投稿する人だから、あの一匹のワンワンがめちゃめちゃバグってくると思うよ。すげえ楽しみだね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 17.83%。 もうとんでもなくバグり散らかしてほしいよね。めちゃめちゃ回るみたいな、早すぎて見えませんぐらいの感じでさ。さあ始まった。え、ちょっとオートスクロール聞いてないって。しかも一匹じゃないじゃん。ちょっと待ってってみようか、オートスクロールどこまで来たっけ。あー、ここはどこされるんだね。そしてこの間をくぐっていけっていう感じだと思うんだけど、いや早すぎだって、どんどん速くなってきてないこれ。え、この間いけんの。無理ですけど。いやこれすごいわ、作ったのめちゃめちゃ速いね。だからあの高速回転する前にゴールしろっていう感じだと思うんだよね。だからこれはもう手遅れ。こうなっちゃったら絶対無理だと思うんだよな。だよね。開幕ダッシュだ、開幕スピンしてあの一匹のワンワン踏んでいく。よけんだ。もっと速くか、もっと速くスピンジャンプしてあいつを踏んでいく。わかったわかった、今の感じだね。あいつが動くのを想定して早めにスピンジャンプ。ここだ。もう少し早めみたい。ここ。あー、今行っちゃったね、行っちゃったね。R をすぐればよかったね。でももうわかったもんね、 R をすぐればゴールができる。このだけか。R をし続けたらさ、上に飛ぶから上のワンワンに当たっちゃう。あー、やっぱ当たっちゃうよね。あ、なんか隙間あるよあそこに。あっちかもしかして。だからこっからしゃがくるんでいくみたいな。めちゃめちゃ簡単だったわ、理解すれば。しかしこのバグ面白いよね、初めて見たかもしんない。またいつか面白いバグコースが投稿されるの期待したいね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、世界一面白いコースって書いてるんだけど、サムネには砲台が階段状っていうのかな、まあ、坂を下るように設置されてて、キノコが全部埋め尽くされてるんだけど、どんなコースなんだろうね。で、説明文に走れメロスって書いてるから、おそらくキノコを取ってしゃがみ連打のコースなんじゃねえかなと僕は見たね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 3.34%。 こんなコース初めて見るね。連打だったらきついな、ちょっと気合い入れていかなきゃいけないかもしんない。さあ世界一面白いコース、どんなコースか見させてもらおうか。で、これを多分ね、連打して下っていけっていう感じだと思うんだけど、ここで何もしなくていい。うわ、めちゃめちゃ可愛い。今見た？見てるか？これは面白いね。よく見つけたね、こんなの。だからこっから走ってしゃがんでいけば、いや今入るのちょっとミスってしまったけど、これ時間が間
にゃわねえな。あ、入るの難しい感じこれ。こっからしゃがむ、なかなか入れないね。勢いつきすぎてもいけないところかな。まあ、時間がないからさ、結構勢いつけなきゃいけないと思うんだけど、勢いつきすぎるとさ、あの上の壁の方に当たっちゃってなかなかいけない。これ好き。めちゃめちゃ好きこれ。開幕行ってみようか。一発で入ることができれば簡単にクリアできると思うけど、いやこれいったんじゃない。これさスピード落ちないんだね。そしてここで壁キックしてこの地下ブロックの下に降りればゴールみたいな。世界一面白いコース、本当にナイスアイディアだったね。マジでこんなん見たことなくて面白かったです。どうもありがとうございました。